I was ready to surrender my heart to you. If the walls go down, will you save me or burn me down? Aura Taisha, 準備はいいか？技術も使われている。アッパス、フリック、なんとかしてみよう。ま、でかい上にごちそうだし、速度じゃ負けないんじゃね。強行突破しつつ、そのまま対…了解だ。アンカーで捕まえて白兵戦に持ち込んでやるつもりだったが、我らもまだ空中戦の練度は不足しているということだろう。まあ、あとはシグムント様たちにお嬢と副団長が裏、あんな凄そうな場所で存分にやり合えるんだからな。ここは
の大樹の中。確かにでかい木だったが、ここまでじゃねえだろう。空間そのものが歪んでしまっている。見つけて、私を見つけて。とはまた別の大樹。無数の光が木に吸い込まれていますね。なんつうか動力ネットの概念イメージみたいだな。それにしてもシャッターチャンスばかりだわ。ここより先は重力の歪みが発生しているため、メルカバを進める。徒歩で行くより道はなく。やれやれ、面倒だね。まあ外にだったらメルカバで離脱もできそうだ。いざとなったら大樹の外に出る。そうか。いずれにせよ探索班と悠長に眺めている余裕はない。はい。あの大樹のどこかに絶対に。行くぞ。
銃出現、全力で行くぞ。了解です。行くぞ。行くよ。僕を奪うか。参ったな。援護するぜ。さてと、まいったな。負けるか。負けられない。エニグマ駆動。行くぞ。負けるか。よし、上出来だ。やるね。見て、おそらく何中央のはともかく左右のものは何なのかしら。それらは領域に通じています。
ようこそ青の大樹、あなた方に来てもらってキヤさん、むしろかベル、あなた、あなたたちの意図はともかく、何が何でも俺たちを阻むつも。ええ、この神域はキーヤさんの内面そのあなた方に来てほしいし来てほしくないという心の現れもそのまま反映されています。それが徘徊する守護者という形で現れているというわけですよ。そんな仕組みが、精神的な内面だけでこれだけの空間をです。より楽しんでいただけるよう別会場を用意させてもらいました。それがそれらの、別会場。おいおい、もったいこの神域がキーヤさんの内面を反映して、それらの門には他の方々の他の方エニシのある者がいれば別会場に入ること。では案内はこれにて、本会場にてお待ちしています。あなた方が無事生きてたどり着けたらですけど。ベル、さすがに。だが中央の門はともかく左右の門に入ることは、問題は誰がその先。まあとりあえず試してみようぜ。どうやら関係のあるやつがいないと中には入れないみたいだし。そうだね。はい、ダメか。どうやら攻撃しても壊せるものじゃない。せめて誰が中にいるかだけでも分かったら。俺の力は最強なんだ。ああそうだ、あの野郎よりもな。どうして僕みたいな半端者を。ワジ、どいてくれロイド。どうやら彼は。わかった。障壁がき、これで領域って場所に行け。ああ、だが今度ばかりはお遊びじゃ済まないだろう。万全の体制で臨むとし、一度メルカバに戻って。ここが領域、一面の荒野。こいつはまたヤッコさんらしい場所だな。あれはなな、やれやれ、ちょっとばまさかタダ人の身でここまで化けるとはね。わじ、行こう。この先今度こそ全身全霊をかけて叩きのめして。
バルド。どうやらその姿が聖杯騎士だ。教会の極秘。まあね、個人的にはテスタメンツの時のスタイルの方が好きだけど。ああ、ホストの時に着ているスーツなんかも悪くないかな。相変わらず悪しちゃらけたバイトのやりすぎで頭が麻痺してんじゃねえのか。君に言われたくないね。力を手に入れてもその悪趣味の木刀は手放していないみたいだし。当たり前だ。こいつは象徴。てめえみてえな小器用なやつには込められない魂が宿ってるんだ。その割には旧市街のアパートキックでぶっ壊したそうじゃない。列車を脱線させたのだってただの力任せだったみたいだし。知りたくもないのに勝手に耳に飛び込んできてね。なんだかある意味ですね。まあ腐れ縁だろうからな。バルト、君にその力を。いや。ああ、あのそういやそんな名前を言ってやがった気もするな。赤色の方じゃないのか。確か魔人化するのはそれなのに。あの女曰く、ヤバい方を使わなくても最大限の力を引き出せる素質があるだろうな。そのあたりの理屈なんざよくねえっての。まさかベルはあなた以外にもその薬を渡し。さて、そんな様子はなかった。得体の知れねえ雨だが、個人的には自分自身の欲望にどこまでも忠。そして君は彼女の還元に際限のない力を求めるようになった。俺が力に焦がれるのは、飲んだくれの親父が死んでから旧市街に一人放り出されて、喧嘩に明け暮れながらバイパーとイグニスっていう聖域を手に入れて、てめえという喧嘩相手が現れて熱くなっていた時ですら憶測でくすぶり続けていた。それが俺の力への渇望ってわけだ。俺とといいだろう。だが僕のそれは何。これは金の門。スティグマ。この印が現れたせいで全てを手に入れ、家族も故郷も力に絶望しつつ慣れ合いながら偽りの生を生きた。それが僕ワジッドミニオン第9位青の聖典ワジヘミスフィア。この金色の輝きを持って君の力を折らせてもらう。覚悟はいいかい。上等だよ。てめえという煮えを食らうことで俺の力は完成する。さあ決着をつけるとしようぜ。
やれやれ。それ。ありがとうございます。任せて。行くぞ。さて。バースト発動。承知しました。行くよ。大丈夫ですか？えい。ありがとうございます。大丈夫ですか？俺の番だな。お任せよ。やれやれ。やれやれ。世話が焼けるね。ありがとう。俺の番だな。みんな一気に行くぞ。さて、はい、せい。僕の番か。先生、今だ。私の番ね。せい。よし、僕の番か。お任せよ。やべえ、弱すぎるぜ。やるじゃねえか。てめえは調子に乗るんじゃねえ。行くぞ。やっはっ。シュシュやっはっ。はい。はっ。ありがとう。任せてくれ。せい、じゃ。僕の番か。せい、せい、せい。はい。はっ。ありがとう。さて。そこ。行くぞ。俺の番だな。よし、上出来だ。お疲れ様です。やったわ。よっしゃ。おお、マジてめえ、なんて野郎だ。もうすでに体力は尽きているのに。
本当ならあの雨の日、こうし全力と言いつつ君の身を案じてし聖杯の騎士でもスティグマの持ち主テスタメンツのリーダー、ワジヘミスフィアとしての最高の一撃を君と初めて会った時みたいにね。上等だ。グーテナハト、あそこが限界ってことだろ。君の力を扱うセンスは本物だと思うし、ちゃんと修行を積んだらさらに強くなれると思うけどね。言われなくてもマジ、いつかてめえも今回だけは。それとおい、てめえらがどうなろうと知ったこっちゃねえが、あのガキが景気悪い面してんのせいぜい。バルドありがとしすぎたかな。無理もありません、あれほど巨大な相手。大丈夫なのか。まあなんとかね。よっと多分これでこの領域を解放、バルドを後で回収するとして。分かった。もほらよ、肩を貸せ。この門の結界がバルドさんの領域を解放。多分この神域はということはもう一歩。多分